ドン。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しは猪之助、わさもんです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、こちら。劇場版鬼滅の刃、無限列車編です。いやー、長いこと時間がかかりました。まあ、もともとね、その鬼滅の刃自体を見始めたのが去年の4月ですね。もう確か、テレビアニメシリーズは終わってました。で、ようやく鬼滅の刃自体を見終わったのが今年に入ってからじゃないかな。約1年ぐらいかけて見終わりましたね。まあその途中で YouTube を始めて、なんでもう一回ちゃんと見ようかなっていうのがあったんで、2話ぐらいは確か初めてじゃないんですよ、実のところで言うと。まあだけどもう全然覚えてなかったんで、まあそのちゃんと見始めたのっていうんだったら、その2020年の10月、ちょうど劇場版が始まる始まらないとか、なんかそれぐらいの頃に見始めてっていうのがありましたね。で全部を見て、でその後鬼滅学園も見てっていう動画を上げていたんですけれども、以前のチャンネルがもう著作権侵害に該当するということでね、ちょっとチャンネル停止になり、今までの動画も全部消えたんですけれども、もういきなりですがちょっとね、劇場版のリアクション動画でも撮ろうかなと思って、で劇場版映画館で見ようかなっていうのもあったんですけれど、まあ映画館もね、その緊急事態宣言がありね、なかなか行けなかったっていうのもあり、でいざ緊急事態宣言が明けて、よし行けるぞと思ったら、もう上映自体が終わっているっていうことになり、もう残念でしたね。もうそれだったらもう DVD 買って、いっそのこと YouTube に上げてね、僕のことを知ってる方も一緒に見ていただければなと思います。でね、この動画を見てるっていうことは、多分 DVD かブルーレイ持ってると思います。まあもしね、持っていない方がいたとしても、あ、日本人の一オタクはこういうリアクションをするんだなっていうのが分かればと思うんで、まあよろしければね。もう6月16日の YouTube すごかったですよ。リアクター界隈は。ことごとく鬼滅の刃だらけでしたね。まあそんなのに僕も乗っかってるっていうことなんですけれども。で今、もうこのパソコンには取り込んでいます。で、今なんかデモ画面みたいなのが流れてて、もういきなり本編再生っていうところを押しますので、その画面まで一旦一緒に進んでいただければ、まあ同じタイミングで見れるのかなと思いますので、DVD ブルーレイを入れて、本編再生のところからスタートしたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、じゃあもう早速見ていきたいと思います。いやー、どうなるかな、マジで。この劇場版に関する情報が本当に300億の男、400億の男だったかなっていうことしか知りませんので、まあ、知らないこと多いと思いますますのでね、よろしければちょっとコメントなので補足いただければ僕自身も助かりますので、よろしくお願いします。それじゃあ早速いきます。スタートっていうので、そのスタートに合わせて一緒に押していただければなと思います。それじゃあ始めます。 3,2,1 スタート。東宝株式会社。アニプレックス。黄色いのが出てきた。あんま映ってない。コンクリティかな。集英社。UFO テーブルってこういうやつ。始まった。
親方様よ。歴代の柱か、これ。違うか。悲しいな。アニプレックス集英社 &UFO テーブルプレゼンツ。アン UFO テーブルプロダクション。おお、無限列車やん。最終回これで終わったもんな。覚えとるぞ。子供たちっつったから柱だけじゃないか。最終回じゃん。これあれじゃん、リサの歌のやつじゃん、これ。オーケストラバージョンじゃん。こっからは知らねえのか。かわいい。お前はいいやつだ。いいやつだ。わ、これ絶対映画館で見たらここの音すごいんだろうな。かわいい。派手な髪。うまいってもうここで出んの。うまい。アニメーション制作 UFO テーブル。劇場版「鬼滅の刃」無限列車編。チャプター2。なんか何、一回一回止まんのか、これ。ずれるな。うまい、うまい、うまい。うるせえよ。これか、このシーンだ。うまい、うまい。
うまい。うまい。うまい。めっちゃ食うやん。不穏だ。大丈夫かな。かわいい。うむ。いい男じゃねえか。うるせえ。落ち着いてくれ。本当だよ。任務です。真面目だな。真面目だ。お父さん。それはよかった。なんだ。あ、ルイの時のやつやん。うむ。だが知らん。おしまいだな。継ぐ子なるんだ。なんだ。5個しかねえじゃん。溝口。溝口少年。黒糖。きつい。うん。かっこいい。斜め上ずっと見とん。正面しか見ないな、この人。寝た？うん。すげえ、音が左から右に流れてる。かわいい。かわいい。出る。そんなやばかったっけな。これ予告で見たな。よかったな、危ねえやつかと思ったけど。
顔が映ってないぞ。やばそう、やばそうだぞ。なんか無残じゃない今の帽子。えらいな、えらいな。なんか不穏だ、不穏だ。不穏だ。何？おお、こんないきなり出るん。探っとったんや。かっこいい。すっげえ、もう切ったじゃん。知らぬい。すっげえ。バケモンじゃん。まだいんのかよ。車掌さん大丈夫かな。いつの間に。早く逃げて。ちゃんとかわす。強すぎだろ。すごい。すげえ。すっげえ、一発で切るじゃん。強すぎるやろ。煉獄さん強ない？なんだこれは。元に戻った。
車掌さん。どういうこと？え？倒したんじゃない？あいつの手じゃん。誰？人間？鬼？え、じゃあ倒してないの？夢の中かこれ。あれ？なんで生きとん？夢だけんか。ん？つらいな、これは。うわ、戻ってんじゃん。お前だよな。左手がない。くっついた。やーべえやーべえ。やーべえぞー。おに？幸せな夢なんやな。いや、そりゃ泣くよ。だって
みんな生きてんだもんだって。こんな泣くだろ。お母さん。こっちを本物だと思いたいな。CM のやつじゃん。どうやって起きんの？禰豆子。喋ってる禰豆子だ。かわいいな、やっぱ禰豆子。かわいい、かわいい。おい、こんなところで使うんじゃない。幸せそうだ。そら起きたくもねえよな。伊之助、お前は何なんだ。お前も禰豆子や。古文その1、その2。ポン次郎。中禅。無限列車。古文その3。つやつやのどんぐり。これが本当の無限列車編では。頑張ってくれよ親分。煉獄さんは何だろう。ほう。え？お父さん何があったん？弟？めっちゃそっくりじゃん。
見てた。めっちゃそっくりだ。千十郎。煉獄さん、まあまあ辛い過去があるのか。なるほど。そういえば禰豆子は何もやってなくない？禰豆子だけ起きる。あ、本当だ、入った。ほう。そんな感じなんだ。人間か。燃えとる。無意識が燃えてるって、あれ、情熱のあれか。お、なんか起きそうだぞ。無意識に侵入ってすごいね。あ、やべえじゃん。精神の核。やべえ。起きた。すごっ。起きた？違う、起きてない、寝たままか。すっげえ。早く起きろ、頼む、早く起きろ、みんな、誰か、なんか起きろ、早く。
可愛いな。なんか辛いよな。みんな幸せなのに自分は過去を破壊しないといけない立場って嫌だよな。そういえば禰豆子は？あれでもそうじゃん、なんかちゃんと覚えてんじゃん。禰豆子いなくね、そういえば。お、気づいた。どういうこと？あー、鬼のか。鬼の記憶があるんだ。そうだ、違和感に気づけ。違和感に気づけ。あー、飲んでないの？禰豆子だよ。すげえ、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 なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。すげえ。思い出した。いやー、なんで起きない？やべえ、まあでもそうだよな、起きたくはねえよな、こんなの。どうやって起きよう？禰豆子が起きてくれればいい。起きろ起きろ起きろ、そう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 、禰豆子、そうだそうだ、気づけ、なんかおかしいよなこれ、気づけ禰豆子、禰豆子、そう起こすんだ、そう禰豆子起こせ、起こせ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 、頭突き。え？痛いよね。痛いよね。バケツ。すげえ。すげえ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 。禰豆子や。そうだ。起きろ。おお、さあどうやって起きるか、こっからだな。うん、いやでも最後に抱きしめるぐらいしてもいいんじゃねえのか。辛いよな。すげえ、すげえ、よう気づいたな。最悪だ、最悪だ。
やばい、鬼じゃない人間の禰豆子や。やばい。やばい。かっこいいわ。かまど炭治郎の歌をここで流すか。きちいよな。うん。きついよな。うわ、やべえじゃん。そっちか。水の呼吸だから湯に塩湖じゃん。超綺麗じゃん、無意識が。超綺麗。炭治郎か。この子かわいそうやな。裸。すげえな。裸イノシシ。真っ暗。善逸か。なんでいるんだ。うん。
意地でも男は嫌なんだな。この二人に関してはもう自力で無意識領域に入ってんじゃん。無意識だよ、無意識。よく気づいた。お父さんじゃん。すごい。自分自身を切るんか。マジか、マジか。起きた。起きた。すげえ。よう気づいた。大丈夫、起きてる。禰豆子。まだ寝てんのか。起こせ。起こせ。切符から。なんで？なんで日輪刀じゃダメなんだ？すげえ。うん、起きてくれみんな。やったことを褒めるシスコンの鏡。どうやったら起きるの？やっ！あっべえ。みんな起きるやん。
鬼じゃない？違うか。人間か。気絶。そうだよな。お、太陽や。すげえな、炭治郎。あの3人は起きねえのか。はあ。ちっちゃいまんまや。これは切れるよ。切れていいよ。最悪だよ。
禰豆子や。かっこよ。上限の入れ替わりがあるんだ。催眠のささやき。うっ。起きた。超強い意志を持ってるよ。すげえ。起きる。かかっている。すげえ。すげえ。友じゃない。最悪だよ、こんなのもやめろよ。この夢はやばい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 。マジで。え、首切ったのに。V と同じパーティーン。え、なに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 。なんで知らないの。
え、超強くない？列車ごと破壊しないといけないってこと？早く起きろ。早く起きろ。頼む。これでも起きない？起きた！来た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 。起きた。いいぞ、かっこいいぞ。なんだって。えぐいぞこれ。かっこいいぞ。よくやっている。かっこいい。かっこいい。かっこいい。なんだ今度は。やーべえな、おい。最悪じゃん、これ。飲まれるよ。間に合うか、これ。うーわ、うん、ねずこ大きくなって鬼モードやん。鬼モードや。強い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 。えらい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 。何、なんで、なんで、なんで。やべえぞ。やべえぞ、これは。すげえ。すげえ。よくやった。よく守った。すげえ。6連。かっこいい。ねずこちゃん。まだ寝とん。寝ながらでも守っとんや。そうだよな、煉獄さんがまだ描写がないから起きてないんじゃないん。
起きた。起きた。よもやよもやだ。穴があったら入りたい。すげえ。えぐ。強。かまど少年。五歩五両。五歩五両。かっこよすぎるやろ。すげえ。バケモンじゃん。そうだ。橋びら少年とともに。ゲロゲロメタ。なんかすごかった。かわいい。前の方が気色悪いぜ。あれか、あの千里眼みたいなやつか。さあどうするか。すごい。あぶねえ。やばい、再生する。この人は普通の人間だな。やべえ。キモ。あ、やばい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 。おう。いいぞ。いいぞ。かわいい。真下。親分は俺だ。わかった。どうなる。骨髄みたいなもんか。これを壊さないとダメか。そうか。えぐい。
やべえぞ。褒めてやる。ありがとう。ありがとうが大事。やべ、早えな。え？やばい。よくやった。すごい。すげえ。すげえ。ずっと見てくんな。目が開く。ダメだ。やばい、どこ見ても来る。うわ、やばいやばいやばい、違う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 。よくやった。かっこいい。そういうこと？なるほど。いや、かっこいいか。え？車掌さん。あ、やべえ。なんで、そんなことに。大丈夫なわけあるか。やべえ、やべえ。あ、 CM で見たやつだな、ここ。やばい、早くしないと。やべえ。すげえ。すげえ。やばい。かっこいい。死の際。かっこいい。来た、骨。おう。すげえ。来た。おう。切ったじゃん。うわ、やべ、最強最強最強、強い、強すぎる。やったか。やべえ、あ、やばい。
どうなる？着地できて偉い。三太郎じゃない。バインバインして、逆にな、心配して優しいな。違う、あ、やばい、優しい。かわいい。髪の毛蒸してやれ、もう。でもこれで終わりなのか。自己犠牲の精神がすげえな、ほんと炭治郎。やべえ、なんか生きてる。あ、死んでる。大丈夫か。右側も辛いな、結構。おお。
柱までは1万歩。そんなことできんのかよ。すっげえ。よかった。終わったんじゃねえ、無限列車って。お前おったな。なんかそういえば、なんて赤鞘やったっけ。そん、なんでそんな上が来んの。やべえ、強え、早え。きっと、すっご、やっぱ治るの早い。石田明ボイス。桁違いや。えらい、ちゃんと伝えた。価値基準。鬼にならないか。うん、赤さ。上限ってやっぱそんだけ強いんだな。言い切ったな。強そう。
強そう。こんなんなかったろ今までの鬼。早すぎて見えねえ。切れない。切った。生えた？なんだこれ。空気の圧縮みたいな技か。すげえ。早い早い。動く。かっこいい。強すぎるやろ。切れてんだな。でも当たりはしてるな。強い。
ああ食らった。顔面。微妙に届かないや。マジか。燃えてる。かっこよすぎる。奥義。心を燃やせ。限界を超える。強え。龍や。どうなる。
え、うわ燃えた、ツバメ返しや、切った、え？いけたと思ったのに。来た！来た！キリ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 。すげえ。入った。呼吸か。力入れとんか。やばい、あとちょっとや。いった、いけ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 、たぶん切った、切り落とした、逃げるか、刀が
え、うそ。来た。刺さった。マジ？
じゃん。俺たかたなじゃん。終わった。終わってしまった。下限の鬼は倒すけど、上限の石田明は倒せず、煉獄さんが死んだ。勘弁してくれよ。すげえな。そんなことある？俺死ぬとは思ってなかったんだけど。ていうか俺なんなら倒すと思ってたんだけど、えぐいて、えぐいよ。勘弁してよ。マジでちょっと前半と後半って分けるんだったら、前半のその無限列車の方、夢の中であの弟妹お母さんとかがなんか、あんたが死ねばよかったのにとか、俺たちが殺されてる間何してたんだよっていうことに対して炭治郎が、俺の家族はそんなこと言わない、俺の家族を侮辱するなって言ったのはめちゃくちゃかっこよかったし、で無意識の領域になぜかいる伊之助も好きだし、俺の夢の中に男が入ってくんじゃねえって言ってハサミチョキチョキしてた善逸も好きだし、そっちはそっちでよかったな。後半の赤座で合ってるっけ、石田明に関しては ちょっとな、完全にいけたと思ったのに煉獄さんの溝落ちに腕が刺さってるし、で結局首の半分ぐらいまではいけたけど、そこでお前らから逃げてるんじゃねえ、太陽から逃げてるんだって言って引いていったけど、まあ結論としては倒せてはいないから、でも鬼が認める、上限の三の鬼が認めるぐらい煉獄杏寿郎という男は強かった。もうあの完全にこっちに置いて話そうって言ったところらへんからもううるうるしてたけど、まずお母さんが見えたところでダメになって、
その後にあの炭治郎が強くなれるかなみたいなことを言った後に伊之助が言うっていうあのシーンも良かったなと思って、伊之助もなんかずっと肩プルプルさせてたけどめちゃくちゃ響いとったんやな伊之助にも。で後から善逸と禰豆子も来て泣いてる暇なんかねえぞ特訓だって、炭治郎じゃなくて伊之助が言うのが良かったのかもしれない。あもうなんか泣いてても何言ってるかよく分かんなかったけども、俺はあんまり聞こえてなかったけどでもなんかめっちゃいいことを言ってたな、なんかそんなくよくよすんじゃねえみたいな、生きたやつがっていう感じの、くそまんまとやられちまったぜ、面白かった。まあもしまだね今 まだ今見てる人がいるんだったら先にお伝えはしたいんですけど、もう2期が制作は決定してて確か2021年の秋のクールにあるっていうことなので、まあそっちのリアクションももう撮っていくっていうのはもう決めております。なのでまあもしこの動画を見てよかったなっていう方いらっしゃれば、まあ、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。でまあ多分ねこの約2時間見てて思ったと思うんですけど、基本的に大事なシーンのところあんまり喋りません僕、喋ってるかもしんないけど喋りながら見るっていうのができない人間なので僕黙って見ますそういうところは。でその後になんかこの本編が始まる前と後でなんかちょっとずつ喋ってるっていう感じなんで、まあ、もしよろしければチャンネル登録して今後ともね、まあ他にもいっぱいアニメ見てます。鬼滅の刃も2期見る予定ですが、まあね、もし他に気になるようなアニメがあればコメント欄で教えていただいたりとかしていただければなと思いますんで。で、あとその時のクールに放送してるやつもそうなんですけど、それ以外にあとはまあ自分が見たい時に見たいやつを見るっていうのが基本的な感じなんで、まあそこら辺もね、ちょっとご容赦いただければなと思います。世界で一番綺麗な涙を流した自信があるということで、劇場版鬼滅の刃無限列車編でした。ありがとうございました。